はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、先日の台風の影響でですね、多大なる被害に遭われた方が多いようで、早く復興してほしいと思っております。災害においてはやはり皆様の協力が必要となってきます。怪我に遭われた方もいてると思います。そこでもうやはりね、献血が必要となってきます。皆様ご協力よろしくお願いします。はい、ね、まあ、今日はね、その台風で被害に遭った全国のジャガイモとね、ジャガイモ農家さんに復旧してほしいという思いを込めてですね、ジャガイモの素晴らしさのお話をしていきます。まずサムネイルにね、書いてあります糖尿病ですね、生活習慣病で代表的な糖尿病ですが、ジャガイモがね、効果があるようです。その効果の材料はね、ジャガイモに含まれているカリウムにありました。まあ、糖尿病とか心臓の動きの低下など不整脈っていうのはですね、カリウムが不足していることにより起こります。そのカリウムっていうのは、どんな調理法をね、用いてもですね、破壊されることはありませんので、煮込んだりスープなどにしてカリウムを積極的に摂取して、これらの病気の予防をしましょう。もちろん糖尿病の症状にも効果的です。まあ、同時にね、高血圧や動脈硬化の予防にもなるのです。いや、素晴らしいじゃないですか。じゃがいもはね、お味噌汁にも入れれますし、まあ、その他たくさんの料理に使うことができますのでね、気軽に摂取して元気になりましょう。はい、まあ、といった感じでですね、このように感じるようになったのも、このようにお伝えできるのもですね、皆様に協力してもらっているおかげで、生かしてもらっているからだと思っています。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんらは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。はい、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。